こんにちは、サンクスです。この授業は、ファッションビジネスの基礎知識を理解し、スタイルスキルを身につけ、チームをまとめ人を動かせる力をつけることが目的です。実践的なファッションビジネスの授業なので、アパレル業界で活躍できるスキルを身につけ、卒業後、就職活動やブランドの立ち上げにつなげてほしいと思っています。坂本龍馬が生きた時代、すなわち幕末1853年から1868年までの期間は、日本の歴史において非常に重要な転換期でした。この時代の日本は、様々な内外の圧力に直面し、大きな変革を迎えることになります。その時代の国内の状況は、鎖国政策の影響にて、幕末期までの約260年間、日本は鎖国政策を採用しており、大部分の外国との貿易や交流が禁止されていました。これにより、日本は西洋の科学技術の進展から取り残されていました。経済的にも、社会的にも不安な状況でした。19世紀に入ると、日本は飢餓や自然災害に見舞われることが多く、これが農村部の貧困化を進行させました。また、商人や手工業者の経済力が増大する一方で、武士や農民は経済的困窮を深めていました。同時に、政治的な動揺もあり、幕府の権威は衰え、諸藩の中には幕府に対して不満を持つ勢力も増えていました。これにより、幕府内部や藩間での政治的な対立が激化し、不安定な状態が続いていました。外交的な圧力については、ペリー来航が有名です。1853年、アメリカのマシュー、ペリー司令官が黒船で来航し、日本に開国を強く要求しました。これにより、日本は外圧にさらされ、国際社会との関わりを余儀なくされました。開国と国際関係として、ペリー来航の後、日本は1854年にアメリカと和親条約を締結し、続いて他の西洋諸国とも条約を結びました。これにより、不平等条約の締結という形で、外国の影響が日本国内に及ぶようになりました。知識と文化の解放について、文化の西洋化が進んでいきます。開国後、西洋の科学技術、文化、思想が日本に流入し始め、日本の近代化の契機となりました。若くて高い志を持った人たちは、西洋の知識を積極的に学ぶようになり、新しい政治思想や経済学が広がりました。坂本龍馬は、このような国内外の激動の中で活動し、日本の近代化と変革を推進するために尽力しました。彼の行動は、日本が直面していた多くの課題に対する解決策を求める中で生まれたものであり、そのために多大な影響を与えました。坂本龍馬の経歴として、坂本龍馬は、幕末の日本で重要な役割を果たした人物で、そのリーダーシップスタイルは今でも多くの人々に影響を与えています。1836年0歳、龍馬は土佐藩現在の高知県で生まれ、1845年9歳、土佐藩の私塾で学び始めます。1853年17歳、剣術の修行のため、江戸に出ます。ここで彼は多くの志が同じ人々と出会い、思想の幅を広げました。さらに、龍馬は外国人との交流を通じて、政治的なビジョンや国際感覚を培うことにも成功しました。これは彼が後に日本の政治変革に積極的に関与し、西洋との外交を見据えた動きを見せる基盤となりました。1854年18歳、長崎へ移り、そこで西洋の航海術や技術を学びます。長崎は当時、外国船が頻繁に来航し、西洋の技術や文化が日本に入ってくる窓口となっていたため、この地で龍馬は多くの西洋の知識を吸収する機会を得ました。龍馬は西洋式の船の建造や運用に関しても学び、後に日本での近代化推進に役立てました。1858年22歳、土佐藩を脱藩し、藩内で活動を開始します。1862年26歳、江戸で克実船の下で海軍術を学びます。1865年29歳、長崎で亀山社中後の海援隊を設立します。1866年30歳、薩摩藩と長州藩の間で薩長同盟を成立させます。1867年31歳、坂本龍馬は京都で暗殺されます。坂本龍馬から学べることとして、坂本龍馬の生き方から学べるこれらの教訓は、個人の成長はもちろんのこと、組織や社会におけるリーダーシップにおいても非常に役立つものです。まず、リーダーは、ビジョンの大切さを学ぶことができます。
龍馬は日本の未来に対する明確なビジョンを持っていました。彼の薩長同盟の成立や海援隊の設立などの行動は自らのビジョンに基づいており、そのビジョンが明治維新という大きな変革を支える原動力となりました。自分自身の信じる道を見つけ、それに向かって努力する重要性を彼は教えています。またリーダーは異なる価値観の尊重も必要性も学ぶことができます。龍馬は異なる背景を持つ人々と協力し、彼らの意見や能力を尊重することで多くの成功を収めました。彼は藩閥を超えた協力を実現させることで日本全体の利益を追求しました。これは現代の多様性を重視する社会においても重要な教訓です。龍馬から学べるリーダーの必要なこととして、行動力です。彼は自らのビジョンを実現するために具体的な行動を起こしました。また学び続ける姿勢も重要だということも伝わってきます。龍馬は常に新しい知識や技術を学び続け、それを自らの活動に生かしました。西洋の知識を積極的に取り入れることで日本の近代化を推進しました。これは変化する世界に適応し続けるためには絶えず学び続けることの重要性を示しています。またリスクを恐れない心も重要です。龍馬の行動は常にリスクを伴いましたが、彼はそれを恐れませんでした。歴史を変えるような成果を上げるにはしばしば大きなリスクが伴うものです。彼のように大きな目標のためには一定のリスクを受け入れる勇気が必要です。では坂本龍馬の代表的な理念を確認します。一つ目は天皇中心の政治です。天皇を国の象徴として尊重することで国民の統一と国家の独立を図るべきだと考えていました。そして外国の圧力から日本を守ることを目指していました。二つ目は開国と国際交流です。西洋の文化や技術に深い関心を持った龍馬は日本の閉鎖的な国策を改め、積極的に外国と交流するべきだと主張していました。彼は西洋の技術や知識の導入が日本の発展に必要不可欠であると信じており、特に海軍力の強化や近代的な商業の導入を推進しました。3つ目は藩閥を超えた統一政府です。龍馬は日本が真の意味での近代国家として成立するためには小さな藩国に分かれた体制を改め、藩閥に依存しない中央集権的な政府が必要だと考えていました。このために彼は様々な藩の間に同盟を仲介し、最終的にはこれが薩長同盟につながりました。4つ目は平等と自由です。龍馬は身分制度の廃止や個人の自由と権利の尊重を強く信じていました。彼の組織である海援隊では身分に関わらず実力主義を採用し、人々が平等に扱われることを重視しました。これは彼が提唱した新しい日本の理念の一環として明治維新後の政策にも影響を与えました。5つ目は民主的な政治です。龍馬はまた日本における民主的な政治の導入を目指していました。彼は戦中八策という政策提案で民選による議会の設立や言論の自由など民主主義の基本的な要素を含む政治システムを提案しました。次に坂本龍馬の最も有名な言葉です。一つ目は我がなすことは我がのみぞ知る。自分が意思と考える判断に基づいて行動することで責任を取るのが大事であるという意味です。二つ目は世にが心正胆の志あらんと欲すれば、まず胸中の志を去るべし。大きな目標や夢を達成したい場合、まずは小さな私利私欲を捨て去るべきだという意味を持っています。龍馬は自己中心的な欲望を超えてより大きな目標に向かうべきだと語っています。3つ目は人の上に立つものは器量よし、才覚よし、志在くよし。リーダーとして成功するためには品格が良く才能があり、そして心が細やかであるべきだという考えを表しています。龍馬はこれら3つの資質がバランスよく備わっていることがリーダーにとって重要だと考えていました。4つ目は勝つことばかり知りて、時に負けることを知らざれば害その身に至る。常に勝つことだけを求めるのではなく、敗れることも受け入れることが重要であると教えています。失敗や敗北から学び、それを力に変えることが大切だと龍馬は語っています。4つ目は過去は参考となすものにて、ただ未来のみを語るべし。過去の出来事は教訓として参考にするにとどめ、
常に未来を見据えて行動すべきだという龍馬の前向きな姿勢が示されています。これは進歩的な思考と未来思考の重要性を強調しています。以上、坂本龍馬のリーダー像を説明させていただきました。今回はこれでおしまいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。